はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、マレーシア高速鉄道中止というテーマの後編ということでお話を聞いていただきたいと思います。で最初にお知らせを一点させてください。あと、10日後の6月13日水曜日。 夜8時に新プロジェクトの方を発表させていただきますメルマガ読者さん限定での発表となりますのでもし内容に興味関心があるということであればぜひこの機会にメルマガを登録しておいてください。よろしくお願いいたします。 あと、メルマガがですね、届かないというお話をね、えー、聞くことがあるんですけれども、まあ、メルマガをですね、登録していただいたら、まあ、3分以内にメルマガのご登録ありがとうございますという返信メールを送らせていただいていますで。そちらの返信メールが迷惑ホルダーまで含めて届いているかどうかのご確認までお願いいたします。 もし届いてないということであれば、ご入力いただいたメールアドレスが間違っているか、もしくはもうこちらの方ではどうしようもできない事情で届いてないということになりますので、その際はお手数ですけれども、お問い合わせフォームからお問い合わせをください。対処させていただけると思いますので、よろしくお願いいたします。 はい、えー、ということで今回はマレーシアの高速鉄道中止後編というテーマですね。で今何をやっているかっていうと、まあ、マレーシアとシンガポールの間に高速鉄道を作ろうという計画があって たんですけれども、まあマレーシアで今回政権交代が行われたことによって、まあ新しくですね、まあ再当番することになったマハティールえー新首相が、まあその計画を中止ということをまあ表明したということですよね。で、そのことについてまあ考え始めているということになります。まあ前回はね、あの収入面ですね。まあまああのマハティール首相はなんで辞めると言ったかって言えば、まあマレーシアという国にとって儲からないからというふうに言ったわけですよね。 で儲かる、儲からないというのは2つから考える必要があって、それは収入と支出という両方から考える必要があるということですよね。で前回の前編の方では収入という視点から見たんですけど、まあ、収入面では全然魅力的な案件であるというのは確認しました。ね、マレーーシアアの首都クアラルルンプール人口 720万人、そしてシンガポールの人口が560万人、その720万人のクアラルンプールと、560万人のシンガポールを1時間30分の高速鉄道、日本で言えば新幹線のような高速鉄道でつなぐと、これはすごい、ね、大きな経済効果っていうのをもたらすということが予想できるので、収入面、経済効果という意味では、非常に魅力的な案件であるというのが前回のお話ですね。 にもかかわらず儲からないという理由で、ね、中止を表明したということでいけば、これは収入面ではなくて支出面の話であるということですよね。なので、今回は支出面という方向から、今回のテーマを考えていきたいと思いますで。結論から言うとですね、このマレーシア・シンガポール間に作られようとしていた高速鉄道というのは、世界一割高。 なね鉄道っていうふうにえ言われてるんですね。で世界一割高つまり経費がかかりすぎるということです。建設費が大きすぎるということですね。えそれでこうね世界一割高な高速鉄道というふうに言われています。でなんでこんなせそんなね割高なね高速鉄道になっているかっていうことなんですけどこれはですねまあ、はっきり言ったら政治上の問題なんですね。 政治上のの着というものです、ね、どことどこがひっついているかっていうと中国とマレーシアの前政権ですね要するにこうねマレーシアで今回政権交代が行われたわけですけど前の政権マレーシアの前政権がまあ癒着していたということですよね。 でそれでどういうことかというと、まあ、今回の高速鉄道というのは非常に大きな金額の公共事業ということになるわけですね。でマレーシアがこの高速鉄道を完成させようとすると、まあ、政府では、ね、それをこう現金で出すことができないので、まあ、政府は借金をマレーシア政府は借金をすることになるわけですけど、まあ、その借金の、ね、相手というのが中国系の銀行なんですね。中国ににあるる銀行が、まあね、マレーシア政府にお金を貸してくれるということ になっていましたそしてそのマレーシア政府は中国銀中国系の銀行からお金を借りてでその借りたお金でまあ高速鉄道をねつ、えー、るわけですけどその、ねえー、建設の発注先っていうのは中国の建設業者なんですねなので結局その中国の銀行からお金を借りて中国系の、ねえー、建設業者に発注するという、まあ、そういう公共,公共事業になっているんですよね でそうしたときに、ね、普通だったらお金の流れは、ね、マレーシア政府がお金を借りてるわけですから、中国系の銀行からマレーシア政府に一回お金が移って、そしてそのマレーシア政府が、ね、中国系の 建設業者にお金を払うという流れになるはずなんですけど、今回はね、なぜか、ね、中国系の銀行から中国系の建設業者に直接お金が行っているという、まあ、そういうこうね、極めて不自然な、ね、お金の流れになってるんですね。で、これははっきり言ったら、ね、その中国系の銀行と中国系の業者からすると、まあ、非常にまあ美味しい話になっているわけなんですよ。ね、結局借金をする、まあ、負担をするのはマレーシア政府で、 お金を貸すことになっている中国系の銀行は、まあねえー、すごくおいしいし、ね、実際大きな、ね、こんな、ねえー、すごい大規模な公共事業を請け負うことができた建設業者っていうのも非常においしいということになってるんですね。でなんでこんな、ね、マレーシア政府が一人負けみたいな状態になってるかっていうと、ね、結局それでまあ癒着っていうか、ねね、汚職というのがあるということですよね。 まあね、あの、世界。 いろんな国がありますけど、やっぱり日本っていうのは、まあ経済的にはもちろんですけど、まあ道徳的にもね、先進国っていうところがあるんですよね。もちろん日本のね、道徳心って言っても完全完璧100%ではありません。ね、もちろん日本人って言ってもいろんな日本人がいて、ね、その1億2600万人のね、一人一人の道徳心っていうのがどれぐらいなのかっていうのは、それはもちろん差があるわけですけど、しかし世界200カ国で見た中では、まあ日本っていうのは間違いなく経済大国で、 やはりかつねやっぱこう道徳心の高い、まあ、民族だって言っていいと思うんですよね。でどこと比べてかって言ったらやっぱね東南アジアとか先進発展,発展途上国と比べると明らかにねやっぱりね道徳心っていうかモラルが高いんですよね日本人はね。逆の言い方をするとやっぱり発展途上国は経済も今からですけれども、まあ、道徳的な観念っていうのもやっぱり発展途上というところがあります。なので、まあ、具体的に言うとねやっぱこうねあの東南アジアっていうのは は今回のマレーシアだけではなくて他の国もですけれどもねやっぱテーブルの下の会計っていうのが未だに行われるんですよね要するにこう領収書のいらないお金っていうかね。 でそのちゃんと証拠として残さないお金っていうかね、なんかこう堂々と渡されて、なんか領収書とかっていうのが発行されるようなお金ではなくて、なんかね、ねもうそのテーブルの下で渡して、しかも領収書はいらないと、お互いに受けうあの渡した、受け取ったっていう証拠をできるだけ残さないという、そういう,こうテーブルの下の会計とかっていうのがね、全然ね、今現在進行形でやっぱりあるんですよね。 だからその経済的な豊かさと道徳心っていうのは結構比例する関係にあっていてお金の面で豊かになればなるだけ、まあ、それだけこう道徳的にもね、えー 高まっていいくというとうころがあるんですよねやっぱ貧しい国っていうのはやっぱりねあのそれだけ余裕がない、まあ、自分たちが生活するのでいっぱいいっぱいで、ね、あの余裕がないわけですよねだからまあそのねなんかこうきれい事はいいからパンをくださいっていう、ねえー、状態になるとやっぱこう人っていうのは余裕がないとやっぱその道徳っていうところまでいまかないんですよね、まあ、そういう意味ではやっぱりね、まあ、今回はマレーシアですけどマレーシアに限らず、まあ、発展途上国ではやっぱりそういったね、まあ、日本だったらちょっと考えられる ないようなまことっていうのも全然ね。今現在進行形で行われているえ、それが実情ですえ。そうするとま結局。 中国っていう国がマレーシアっていう国とひっついて、ね、そのマレーシアの前政権ですよね、政権交代する前の首相とか閣僚の人たちに、ね、テーブルの下の会計でお金を渡して、ね、そしたら前首相とか前政権の閣僚たちのポケットにはかなりの金額ですよね、もうその一個人がもらうお金としてはもうね、すごい金額のお金っていうのがポケットに入るわけですよ。そそうううすると結局、ね、そういう こうなんか1人負けみたいなね、えー、借金するのはマレーシア政府。 お金を貸すのは中国の銀行で、ね、仕事を受けのうのも中国の業者、建設業者というようなことっていうのが起きるんですね。まあ、結果、ものすごい割高。もしこれを、ね、入札っていう形にして、ね、その建設業者による、ね、自由競争にすれば、ものすごいこう経費を下げることができるのに、まあ、実際は中国の製、中国系の建設業者が相当、ね、割高な料金で公共事業を受注することができていると。まあ、マレーシア政府からすると、すごい割高な公共事業を 事業を発注してていいるるという状態になっているんですねだから、ね、結局支出面の方が大きすぎると割高すぎるということでマハティール首相という人が今回新改めて、ね、再登板という形になりましたけれども政権交代を実現させたということになるわけですね。 で今、ね、歴史的な流れと世界の動きっていうのをちょっと簡単に振り返ると、やっぱり、ね、中国っていう国が、まあ、この、ね、20年ぐらい、ね、1990年から、まあ、今、2018年ですけれども、まあ、この20年ぐらいでものすごい勢いで経済成長したんですよね。ねあの 以前のね、本当にあの20年というか、まあ、30年ぐらい前の中国って言ったら、まあ、日本のね、九州地方ぐらいの国内総生産しかなかったわけですよ。まあ、あの中国っていう全土で考えても、まあ、日本の九州地方ぐらいの国内総生産しかなかったわけですよね。しかし、ここの2三3 0年っていうので、まあ、日本全体を、ね、え抜いたかと思ったら、一気にもう2倍ですよね。まあ、下手すると、もう少ししたら3倍近くになろうかっていうぐらい、まあね、この2三3 0年でこう中国っていうのは大きな経済 成長をしたわけですでその中国の経済成長の一番の原動力っていうのは公共事業だったんですね。日本の国内総生産と中国の国内総生産ってちょっとこう内訳が違うところがあって日本の国内総生産っていうのは6割が消費なんですよね要するに家計,家計による消費なんですよ。 日本の、ね、例えば単純計算で、すごくこう数字が、切りがいい数字を使うと、まあ、仮にこう日本の国内総生産500兆円って下ならば、その6割の300兆円っていうのは消費なんですよね、家計による消費なんですよ。なので、基本的には一人一人の消費者がお金を使うというのが国内総生産の中心になっているんですよね。ところが中国の場合は、ね、消費っていうのは、ね、そんな6割とかではないんですね、もっと弱いんですよ、3割とか4割弱ぐらい。 じ、ね、そあ、えーね、その中国の経済成長って何に裏打ちされているのかっていったらね、政府支出が大きくて、で公共事業によるその経済成長っていうのをやってきているんですね。 基本的に中国っていうのはね、経済は自由、資本主義なんだけど、政治形態は社会主義っていう,こう不思議な体系をとっていて、まあ、基本的には、ね、中国共産党の一党独裁体制なんですよね。だから建て前は社会主義なので、だからその中国政府が、ね、生産計画を立てて、そしてその生産計画に基づいて、 やっていくという形になっていてで、そしてその中国政府、中国共産党が計画を立てて、ね、毎年毎年着実にこう生産を増やしていって、それでこう経済成長をさせてきているというところがあるわけですね。でそうしたときに、基本的には、ね、あのこれ、1つ前の、ね、高速鉄道中止の前編の方で触れましたけど、公共事業というのは基本的には、ね、やった方がいいんですね。その経済効果が大きいんですよ。 ね、仮にさい政府がさ、えー、最初にお金を出したとしても、ね、企業が利益が増えて、個人の所得が増えて、そして企業の法人税とか個人の所得税が増えると、その政府の税収も自動的に増えますから、えー、そうすると、例えば1兆円の公共事業が、ね、経済成長でプラス1兆円ではなくて、プラス2兆円とか3兆円っていうふうになる、えー、可能性を持ってるんですね。だから公共事業自体はいいんですよ。ただ、ね、あの条件付きで、そのね、えー、作られた道路とか橋とかダムとかね、鉄道 道とか港空港っていうのが人に利用されるっていうことが大前提なんですよね。今まではね例えば道路がなかったねもしくは鉄道がなかったもしくは飛行機がなかっただから人はあんまり移動しなかったとしかし道路ができたことで移動が増えたとねそして鉄道が増えたことで人々が移動が増えた空港ができたことで人の移動が増えたとそれがねそのたくさんの人に利用される道路であったりね鉄道であったり飛行機であった場合は人の移動が活発化する すればするだけね。当然人が移動すればお金も動きますからね。だから経済の循環が良くなるんですよね。だから、経済を活性化させるっていう意味では、公共事業というのは効果があるんですけど、しかし、単に道路を作っただけどねえ。全然自動車が走らないねえ。ほとんどねえ。その自動車がねえ、滅多に通らない。もしくは鉄道がねえある。 だけど、その列車は、ね、いつもガラガラですと、ね、あんまりほとんど、ね、人が乗ってませんと、ね、そこに空港があると、しかし1日に、ねまあ、指を折って数えるぐらいしか飛行機が離発着しないというような状態であると、今度はもうね、その建設費用とか、もしくはその設備、施設の維持管理費用の方が高くついてしまって、結局政府の赤字だけが増えていくということになるんですね。公共事業というのは基本的にやっていいものなんですけど、しかしそれが人の役に立たないものであれば、やっぱりね、 政府の借金を増やすすだけけとということになるわけで,すで当然国っていうのは重要度の高いところから公共事業をやっていきますから、まあ、日本だったら例えば東京とか名古屋とか大阪とか、まあ、そういう,こう、ね、重要度の高いところから公共事業をやっていって、まあ、そういった公共事業っていうのは全部プラスなんですよねで要するにこうやってよかったということです、ね、例えば東京と名古屋を結ぶ東名高速道路なんていうのはそれはもう間違いなく黒字なわけですよ作ってよかったということになるわけですよねもしくは東京 新大阪を結ぶ、ね、東海道新幹線っていうのも、まあ、そ,れそれはすごい、ね、人が利用しますから、えー、それはもちろん作ってよかったと。えー、ともちろん単体で見たときも、ねえー、黒字ということになるわけですよね。もしくはその東京の羽田空港、羽田空港ができたことによって国内旅行が盛んになった、海外旅行が盛んになったということであれば、羽田空港も黒字。だから経済効果も大きくて作ってよかったということになるわけですよね。中国も全く同じです。中国も全く同じで、最初は例えば、えーね、上海とか、 ねえー、北京とか、ねまあ、そういったところで、ね、本当にこうね、えー、中心都市に公共事業をやれば、ね、それはやっていい公共事業ということになるわけですよね。まあ、中国政府の、ね、経済を発展させる、えー、人,人の、ね、移動とかお金の、えー、移動っていうのを活発化させるっていう意味で、まあ、非常に効果の高い公共事業なわけですよ。 で、それをやることで、まあ、中国っていうのはどん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 経済成長してきたわけですよね。まあ、しかし、だん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 公共事業っていうのが田舎に行きますよね。地方に行きますよね。まあ、しゃ上海では十分ね、えー、いろんなね、えー、道路とか橋とかダムとか、ね、ビルとかマンションとか建設した、ねえー。じゃあ次はその、ねえー、周辺都市、周辺都市っていうことをやっていけば、ね、どん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 地方に今度は行くことになりますよね。でそうすると、やっぱりね、道路作ったんだけど、鉄道作ったんだけど、ビル作ったんだけど、ね 空港を作ったんだけどね、ゾン作ったのにかかる費用ほど人があんまり利用しないという状態っていうのがやっぱり中国でもね、起こったわけですよね。だからだい大体だから中国の公共事業っていうのは2015年ぐらいがま頂点というかピークでね、もうね、地方とか田舎に作れば作るだけ効果がない公共事業にお金を中国政府が使わないといけないということになっていったわけですね。だから気がつけばね、ビルは乱立したんだけどね、誰も住んでないのでね。 夜は電気がついてなくて、真っ暗なビルがね、えー、乱立しているというのがまあ中国の中で見られたということになるわけです。だから中国っていう国はね。ここ30年ぐらいでね。高度経済成長してきたわけで、その原動力っていうのは公共事業だったわけです。けれどもまあ、それがもう完全に限界に達してるんですね。でなんですけどね。中国っていう国はね。もう絶対経済成長を毎年させないといけないっていうね。もう切実なね。あの理由っていうのがあるんですね。 それなんでですかっていうと、中国っていうのは政治体制が一党独裁なんですよ。中国共産党による一党独裁体制なんですね。で中国共産党員っていうのは約9000万人ぐらいいるわけで、その9000万人ぐらいの中国共産党が、ね、えー、全人口13億人をまあ支配管理しているという一党独裁体制になってるわけです。日本だったらまあ、ねえー、民主主義ということで、まあ、一応憲法上は国民主権、国民が最高権力者だということですよね。だかからまあ、ね、表現の自由とか主 集会の自由とかねもしくは、選挙の自由とかそういったものがありますけど、中国の場合はそうではないので、日東独裁体制なので、基本的にはもう圧倒的に中国共産党が大きな権力を握っていて、国の生産計画とかを,いうのを自分たちで作るという絶大な権力を持っているわけですね。 人っていうのは基本的には自由っていうのをすごく大事にしますから、まあ、当然中国国民は不満ですよねで中国っていうのは日本にあるね自由っていうのがね制限されていますからそのね表現の自由とかね、えー そうあの発言の自由とか、ねそう、例えばインターネットの閲覧っていうのも、ね、見ることができないサイトとかっていうのもやっぱりあったりするわけですよね。まあ、常に中国政府は中国国民を監視し続けているということでね、まあ、日本に比べると自由が制限されている国なので、まあ、そうすると当然ね、不満っていうのは持つわけです。まあ、にもかかわらず、その13億人が、ね、9000万人の中国共産党に従ってるっていうのは、やっぱ中国共産党がちゃんと毎年高度経済成長をさせていて、しかもね、 その中国国民をまあ豊かにしてる。 明らかにこの30年前と30年後では中国っていうのはやっぱり豊かになったんですよね。ね日本とかにもね、どん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 海外旅行ができるぐらい、まあ、中国っていうのは豊かになってきたわけですよ。だから、まあ、自由が制限されているのは中国国民からすると面白くないけれども、しかしこれだけ高度経済成長させてくれて、しかもね、まあ、国全体を豊かにさせているのは事実なので。だからまあ、ね、13億人がまあ、ねえー、その暴動とかテロとか、ね、えー、そういったね、えー ことをね、過激にやらないで、まあね、中国共産党の一党独裁体制に従っているということですよね。まあ地方に行けば行くだけで、ねえー、そのデモとかね、暴動とかっていうのはやっぱり依然としてあるんですけど、まあしかしそのね、国を転覆させるほどの大きなものに発展してないのは、やっぱり中国共産党が、まあね、自由を制限しながらも、まあなんだかんだ言って経済成長させ、国を豊かにしているというね、その実績があるから。だから、まあ国中国国民は従っているっていうところがあるわけです。 逆の言い方をすると中国共産党はそのことがよく分かってますからだから毎年必ず、ね、経済成長させなければならないんですね。 でそこまでをちょっと整理すると、中国共産党は必ず国、えー、経済成長させないといけないという明確な、ねえー、強い理由というのを持っています。しかし、ね、今まで効果があった、ね、中国国内の公共事業というのはもう限界に達した、まあ、今から、ね、道路作ったり橋作ったりビル作ったり空港を作ったりしたとしても、その建設費用を上回るだけの経済効果というのを見込むことができないと、それだけ中国というのはやっぱり、ね、発展したんですよね。 発展して、その本当に必要な主要地域に関しては、ね、社会資本、道路、橋とかダム、空港などの社会資本というのをもう十分にこう、ね、作ってきた、整備してきたというところがあります。 ね、だけど、ね、経済成長は毎年させ続けないといけないじゃあどうしないといけないかっていうことで打ち出したのが一帯一路構想という考え方つまり、ね、中国国内の公共事業は効果がないのであれば海外にどん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 公共事業をしていこうと、ね、公共事業を海外にやって、ね、海外で公共事業をしてそれをこう中国のしていこうと。 建設業者が請け負っていくという、まあ、そういう構想を持ったわけですね。でそれが一対一の構想と呼ばれているものです。はい で一帯一路構想っていうのは、まあ、簡単に言えば21世紀版のシルクロードを作ろうという考え方ですね。21世紀版のシルクロードを作ろうという考え方で、一帯っていうのはまあ、ね、陸路ですね。まあ、中国の北京から、ね、中央アジアを通ってロシアを通ってそして最後、ね、ヨーロッパに到達する、ね、これを、ね、現代版の21世紀のシルクロード、陸路版一帯ですね。で一路っていうのは、ね、21世紀の、ね、シルクロードを今度は海上 番ということで、同じく、ね、中国の、ね、上海から今度は、ね、東南アジアを通って、ね、インドの南インド洋を通ってで、アフリカを通ってヨーロッパに到達する、その一路ということで、ね、陸路のシルクロードと海、ね、路のシルクロード、この両方を同時進行でやっていこうということで、一帯一路構想というのを打ち出しているわけですね。でこれの一番の目的っていうのは、結局中国国外。 海外にどんどん公共事業をやっていくことができるということなんですよ。ね、だからその中国から見たら発展途上の中央アジアとか、ね、もう東南アジアとかアフリカ諸国とかそういったところに対してどん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 公共事業を、ね、やっていくということができるということですよね。でそうすると中国はもう今では、ね、世界第二位の大、ね、国ですからアメリカに次ぐね、えー 第2位の大、えー、国ですからまあね、えー、経済力も軍事力も十分持ってますよね。 そうしたときに、まあねえー、相手の国に対して、この一帯一路の,、ねえー、その相手になっている、相手先になっている国に対して、ね、公共事業というのをどんどん,どんどん持ちかけていくわけですよ、ね。あなたの国に、例えば高速鉄道を作りませんかということで持ちかけていくわけですよね。で相,手国相手国は発展途上国ですから、ね、東南アジアとか、ね、中央アジアとか、ね、もしくはアフリカ諸国、えー、っていうのは当然、ね、発展途上国ですから、ね、そんな巨額の、ね、公共事業をやるだけのお金 金がないわけですよねだから中国が、ね、いや大丈夫ですよと、ねえー、あなたの国に、ね、お金を貸してくれる、えー、貸してあげる、ね、銀行もちゃんと、ね、私たちが紹介しますからということで、ね、銀行を紹介して、ね、相手の国の政府にお金を借りさせてそして中国政府で、えー、その公共事業の、ね、建設を受けようということですよね、まあ、今回マレーシアで、えー、行われていた国、えー、ことを、ねえー、その一帯一路のね、えー 対象国国にになってていいいるどどんん持ちかけくととうこですよねだから中国の国内の銀行がお金を貸して中国の国内の建設業者がその事業を請け負っていくということでどん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 世界中に今までは中国国内にどんどん事業を公共事業をやってたわけですけどそれを世界規模でやっていこうというそういう大きな構想がこの一帯一路構想と呼ばれてるものなんですね。 なんですけどこう、気がつくと、やっぱりね、どの国もね、すごく割高な、ね、事業っていうのを、ね、やらないといけないっていうことですよね。ねもしそれを自由競争で入札制にして、ねい、一番ね、良い商品を、ね、一番ね、えー 経費が低い割安で、ね、しかも一番早く作ってくれるような、まあ、より良い鉄道を、ね、より安く、より早く作ってくれるような、ね、国に、ね、私たちはその、ね、公共事業を発注しますという、まあ、従来型の、ね、入札制であれば、ね、競争入札であれば、ね、まあ、全然費用を下げられるわけですけど、何せテーブルの下の会計が行われてますから、ね、その領収書のいらないお金っていうのが、ね、行き渡ってるわけですよね。で 気がつくとなんかね政治のね上の人たちね官僚とかねえもしくは閣僚とかまあそういった人たちがやたらこう豊かになっているとねポケットにねえそれは個人としてねなんでねそんな巨額のお金を持ってるのと給料では絶対に実現しないような大きなお金っていうのを一人一人が持ってるということですよねまあそういった状態が今 起きているわけですねでそれに対して、まあ、今回マレーシアという国ではその政治の自浄作用ですよね要するにこう自分たちで汚職をきれいにする自浄作用というのが、まあ、選挙において働いたわけですよねだから政権交代が起こったわけですよで要するに国民がそれを知ることになったわけですよねだから結局その前、ね、首相は、ねえー、結局選挙に負けてマハティールさんという、ねまあ、実績のある、ねえー こ首相がとということになったわけですよねで。マハティール首相という方は以前も首相だった方で、まあ、マレーシアが本当に今よりもまだ全然全然経済的に厳しい発展途上国だった時に、ね、日本を手本にしてルックイースト政策というのを打ち上げ んですよね、ルックイーストっていうのは東を見るっていうことですけどつまりマレーシアは日本を見て日本がね結局ね経済大国になったアメリカに次いで世界第2の経済大国になったっていうその姿を見て日本を手本にして日本のように、ね、マレーシアを 経済発展させるということで、ルックイースト政策っていうのを打ち出して、そしてマレーシアを、まあね、経済成長させたっていう、まあ、実績のある方なんですよね。だからね、まあ、少なくともマレーシアの首都クアラルンプールに関して言えば、かなり近代都市になってるわけですよね。行、まあ、ってみると、ね、もう全然ね、なんかね、日本の福岡ぐらいの感じの、ね、都市になってるんですよね。まあ、だからマレーシアも、ね、クアラルンプールにいる限りは、ね、全然発展途上国っていう感じはしない。なんかね、超近代的な都市と。 という,ふうになっているわけけですけどそれっていうのはマハティールさんがルクイースト政策で日本を手本にしてマレーシアを経済発展させたというそういった実情があったんですよね。 まあおまけに、ね、えー、すごく親日的、まあ、すごく日本のことが好きなんですよね、ハティールさんという方はね、まあ、その方がまあ、ねえー、再登板するということになって、まあ、今回はこの、ね、マレーシアの高速鉄道の中止というのを打ち出したということですね。でこのニュースっていうのは、日本に対しては非常に、ねえー、チャンス。 です日本にとってはすごい大きな機会、チャンスということになります。ね、えなんでですかっていうと、一、ねまあ、回こう、ね、マレーシアの中で政治の事情作用が働いて、いや、そんな、ね、マレーシア一か国が損して、中国の銀行と中国の建設業者だけが、ね、なんか得ができるような、そういったものを中止するっていうことを、まあ、マハティールさんは打ち出したわけですよね。ここれものののすすすごいい勇気があるるるとですよ、ね、要するにに中中国国国、ね、世界一,を、ね、世界一の派遣国家を目指している中国に対してて対 こうね、ちょっと一石を投じたわけですよねいや私たちはそんなね、えー、あなたたちの、ねえー、言われる通りにはならないと。ね、こう一帯一路構想の一帯に、ね、このマレーシア、シンガポールというのはもろに入ってますから、ね、こだから今回の、ね、中国のあ、マレーシアの高速鉄道計画というのも、この一帯一路構想の中に入っている計画ですよね。でそれでこう1回決まった で中国の、ね、お金の出資で、なおかつ中国の建設業者が受け負った計画に対して、マレーシアが待ったというのをかけたということは、すごい勇気のある決断ですよね。でそれで一回こう、ね、見直しが行われることになるわけですよ。一回中止っていうのが、シンガポールとの交渉で、ね、正式に中止になって、まあ、計画が一回白紙になったとしても、将来的にもう一回再検討される可能性があるんですよね。 ね、なんで再検討される可能性があるかといったら、やっぱり魅力的な計画なんですよ、このマレーシアのクアラルンプールと、ね、シンガポールを結ぶ高速鉄道で結ぶ計画っていうのは、ね、やっぱり、ね、もう便利なんですよね。 720万人のクアラルンプールの、ね、人口と560万人のシンガポールの、ね、この両国を1時間半で高速鉄道で結んでしまうというのは非常にやっぱり、ね、こう経済効果も大きいし人々の生活が便利になるんですよねただ問題なのは割高だと、ね、建設費用が高すぎるというそこが問題なわけですだから一回中止っていうのが打ち出されて一、まあ、回白紙に戻るわけですけどしかし長い将来のことを考えるとこの高速鉄道っていうのはやっぱり できた方がいいわけですよ。マレーシアの人にとってもシンガポールの人にとってもね。ただ問題だったのはね建設費用が割高だっていうことですよね。だったら日本はチャンスなんですよ。日本はチャンスなんですよね。要するに今回白紙に戻される計画よりもより良い高速鉄道をより安くより早くね完成させるっていう計画を立てて、そしてね他の国とのねその入札競争に勝てば。 ねえー、受注できるわけですよ。ね、日本の、ね、高速鉄道技術っていうのは世界一位ですからね,ね、もう新幹線なんて得意中の得意なわけですよ、日本はね。だ,からだけど、まあ、今回はね、えー、それが受注できてないっていうのは、まあ、はっきり言ったテーブルの下の会計なわけですよ。マレーシアの前,前政権が、まあ、はっきり言ったらね、まあ、道徳的に腐敗してたということですよね。まあ、だから日本は受注できてないわけですけど、まあ、ハティールさんであれば、ね、も,うもっとね、公明正大なことをやってくれるってことが期待できるわけですから。 だから、まあ、今回中心になった計画よりもより良い新幹線を、まあ、新幹線というかより良い高速鉄道をより安くそしてより早く、えーね、完成させるという、ね、本当に日本が大得意の,、ねそのえー、世界一の技術力というものを使って、ね、提案することができればこの、ね、マレーシアとシンガポールを結ぶ高速鉄道というのを、まあ、日本が受注するということが、ね、可能性として出てきたということですよね。持ってる技術はは最高ですかから日本のねしかもマハティールさんは 親日的ということであれば、1回は中止ということで白紙に戻るかもしれませんけど、必ず再検討されることになると思うんですよね。これはできた方がいい鉄道だからですよね。そういう意味で、日本にとってはこのニュースっていうのは非常に大きな機会、チャンスであるということですで。そうしたときに中国は一帯一路構想っていう大きな構想を持ってるわけですけど、日本もね、持ってるんですよね。日本はダイヤモンド構想っていう構想を持っていて、日本とインドとオーストラリアとアメリカ。 日本、インド、オーストラリア、アメリカ。ね、この4カ国で、ね、ダイヤモンド構想というのを持っていて、この4カ国が連携することでやって東アジア南あ、東シナ海、南シナ海、そして太平洋の平和を守るという考え方を持っているわけです、ね。日本、インド、オーストラリア、アメリカで連携して、ね、東シナ海と南シナ海と、そして太平洋の平和を守ると。ね、脅威から守るという構想を持っているわけです。ね、誰から守るか当然ですよね。中国 からですね、中国が、ね、東シナ海、南シナ海、太平洋っていうのに対して、ね、すごく、ねこうねえー、脅威を与えてる。ねえー例えばその 経済水域だとか領海だとかその海底資源である石油とか天然ガスとかっていうことに対してまあ中国は非常に大きな脅威を与えている日本に対しても東南アジアに対してもインドに対しても与えているわけですよねだから日本インドオーストラリアアメリカっていうのはね、共通の脅威が中国であるということに関しては共通しているわけですよねだから連携してまあ自分たちの権益を守ろう日本だったら東シナ海ですよね インドだったら、ね、インド洋とか、ね、南シナ海オーストラリアとかアメリカだったら太平洋というのを、まあ、自分たちが持ってる権益を守ろうということで、まあ、ダイヤモンド構想というのを持ってるわけですよねでそうするとマレーシアっていう国は中国の一帯一路の中にも入ってるし、ね、日本のダイヤモンドの中にも入ってるということなんですよね だから、ものすごく大きな目で見たときに、宇宙から地球をこう、ね、俯瞰するような視点で見たときに、結局今回のマレーシアの高速鉄道中止っていうのは、中国の一帯一路構想と日本のダイヤモンド構想の対立の中で起きてるっていう言い方もできるんですね。それが一番大きな絵での今回の出来事の解釈ということになるわけです。今回は、ね、その中国の一帯一路構想の、ね、関係者であるマレーシアと、ね、日本のダイヤモンド構想の関係者であるマレーシア 両方に関係しているマレーシアで今回は、ね、高速鉄道を中止した、すなわちその中国の一帯一路構想から、まあ、1回、ね、距離を置いてもう1回見直すということをやったということですよね。だからこれは中国に対しては非常に大きな打撃であり、逆に日本にとっては非常に大きな機会、チャンスであるということですよね。なので、まあ、こういった、ね、大きな絵の中から、ね、起きている出来事っていうのをね。えー 眺めることができる、観察することができるようになると、今起きている出来事が、本当は一体今何が起きているんだっていうことが、すごく深く理解できるようになるということですよね。だから、まさに、そのね、宇宙から地球を眺めたような視点で、今起きている出来事っていうのをね。観察して、物事を理解できるようになっていくと。これからの二十一世紀で活躍できる地球人材ということで、さらにこう、ね、進化・成長していくことができるというお話です。 はい。今回の動画はですね。あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして最初でご案内しましたけれども、あと10日後の6月13日水曜日夜8時に新プロジェクトの方を発表させていただきます。メルマガ読者さん限定での発表となりますので、もし内容に興味関心があるということであれば、ぜひこの機会にメルマガを登録しておいてください。よろしくお願いいたします。 はい。最後までご視聴ください。感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。